はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。いや、突然予想外でした。僕は事前に情報いろいろ出てたんですかね。僕が気がついてなかっただけかもしれませんが、八重洲無線からですね、これ海外の八重洲のウェブサイトで情報が出ているんですけども、多分日本のね、八重洲無線のサイトでも近々出てくるかと思いますが、新機種が発表になりました。八重洲 FT710、FT710 ですねが、発表になっております。僕はですね、普段この、この自宅では FTDX10 が一番ここに置いてあって、一番使ってる HF 機になっております。正直ここの下にある IC7600 の方が古いけど、機種としてはね、上位機種に当たると思う。メーカー違うから上位とか下位とかないんだけど、ランクとしては上の、トランシーバーになるんですが、もっぱら最近使ってるのはこの FTDX10 ですので、その弟分的な見た目で出てきた710、どんなトランシーバーなのか、簡単に、そんなに情報出てないんで、簡単にチェックして、僕なりの感想というかね、お話ししたいと思います。で、FT710 画像の方出しておきたいと思います。もう見た目的に FTDX101 があって、FTDX10 があって、もう FT710 ですよみたいな、大中小みたいなね、八重洲三兄弟みたいな感じになっていますが、FTDX ではないんですね。この辺どういうね、ものに対して FTDX を入れてるのかわかりませんが、なんか揃っててもよかったんじゃないかなって素人ながらに思ってるんですが、FT710。見た目的にはもう FTDX の弟分みたいなね、感じで出ています。海外の八重洲のウェブサイトで、情報出てるんですけど、基本的なところからまずおさらいしておくと、1.8 メガから50メガまでの HF トランシーバーです。もちろんオールモードに対応しています。受信については1.8から 70.499 メガヘルツまで対応していると。で、あと取り上げるところは、100ワット機。もちろん日本では、50ワット機と10ワット機の設定も出てくると思うんですが、100ワット機ですよってこととか、あと大きさが 239×80×247 ということで、これ大きさ的に FT991A とほぼほぼ同じ大きさになってくるんですよね。なので、その八重洲のデスクトップ機としては最もコンパクトな部類になるんじゃないでしょうかね。この FTDX10 からすると一回りか二回りぐらいね、ちっちゃいようなイメージになってくると思います。おおむね基本スペックはそんなところです。あとはね、いろいろ特徴書いてあるんだけど、簡単に言えば SDR トランシーバーですよと、こういうモニターついてますよとか、そんなことぐらいしかね書いてないんですが、いろいろ書いてあるんだけど、特に変わったことを書いてない、見た目からわかることばっかりなんですが、何が FTDX10 と違うのかなって考えると、おそらくこれ本当素人の文系の私が考えてることですので、あまり当てなしなくてほしいんですけども、 SDR の部分ね、 FTDX10 譲りのものを使いながら、おそらくそこまで入ってくるハードウェアの構成の部分がね、差があるんじゃないかなと思います。 FTDX10 だとダウンコンバージョンして、ルーフィングフィルターって呼ばれるね、近接のね、妨害をきちっとカットするフィルターが、物理的に入っていてとか、そんな構成になっていての SDR なんですけども、多分ね、その辺に違いがあるんじゃないかな。多分その辺がね、違うんじゃないかなと思います。あとはその DSP フィルターの関係とかは、同じようにもう普通に入ってることが書いてあるので、そういう多分ハードウェア的な違いがあるからこそ、ちっちゃくなって、おそらく価格も FTDX10 より安くなって出てくるんじゃないかなというふうに思います。あとね、八重洲無線のトランシーバーってぶっちゃけ操作性がすっごい悪かったのね。今でも FT891 とかモービル機とかは
ぱ操作性すっげえ悪いっす。まあ僕持ってんだよ、持ってるし使ってるからだけど、悪いよ操作性。であと僕この FTTX10 使う前は FTTX3000 とか使ってたけど、まああれも操作性悪かったんだよね。で FTTX101 が出て、ヤイスのね、トランシーバーの操作性って HF 機の操作性って改善されてきてて、液晶ディスプレイ、このタッチ式の液晶ディスプレイになって、あとファンクションダイヤル、これでいろいろファンクションダイヤルに何の機能を割り当てますかっていうのを液晶上でね、簡単に送信出力とか選んで、そうするとこのファンクションダイヤルが送信出力として動いたりとか、そういうことができるようになってきて、やっとね使い勝手が向上してきた感じなんですが、おそらく見た目から察するに、その FTDX101、FTDX10 の、感じの操作性が引き継がれてるんじゃないかなと思うんで、やっとこさ、八重洲でコンパクト機で操作性のいいやつが出てきたってことになるんじゃないかなと僕思っています。はい。で、まあこれなんで八重洲無線さん出したのかなって考えると、まあおそらくそのラインナップ埋めるためでしょうね。八重洲無線のトランシーバー、HF 中心に結構前いろいろあったのがガサッとなくなって、今その日本のウェブサイトで見ると FTDX101、FTDX10、FT891 で、VU もついてる FT991A、 そして FT818 みたいなね構成になっているので、ラインナップに穴があったんですよね。エントリーモデルの、HF 機がなくなってた。まあ、FT450 っていうのがあったんだけど、まあ、それなくなって、安い10万円前後で買える、まあ、HF 機っていうのが、まあ、891があるんだけど、891は本当モービル機でちっちゃくて、まあ、さっきも言ったように操作性悪いので、っていうところで。で、991一応あるけど、まあ、991もだいぶ古くなってきてますからね、VU あるとはいえ、まあいろんな、もうそろそろね、交代っていうのも考える時期だと思うので、まあ991の後継ではないと思うんですけど、まあ450がいたところのポジション、一番エントリーモデルの HF 機として、まあ、出してきたんじゃないかなということですよね。まあぶっちゃけ、ICOM の IC7300 に対抗してっていうことじゃないかなっていうふうに想像しています。で、価格は、ちょっと全然僕まだ情報得てないんだけど、まあ普通に考えて15万円切るぐらいで出てくるんじゃないかなと思います。IC7300 って今11、2万って多分11万、12万とかね、それぐらいで売ってるんだと思うんだけど、まああれも最初はもうちょっと高かったのね。で、落ち着いてきたんだよね、値段が。なのでいきなり IC7300 と並ぶ値段じゃなくて、ちょっと高い15万円弱とかから始まって、まあいずれは11、12万円とかに、まあ価格が下がってくるような感じになるんじゃないかなと想像してますが、金額についての話は僕全然まだ、聞いてないので、わかりませんけど、まあおそらくそうじゃないかなって想像してます。全然違ったらごめんなさい。で、まあね、こっからは本当も個人的な話なんですけど、まず買うか買わないかって言われたら多分買いません。まあ僕 FTDX10 持ってるので、そこにあえて、まあもしね、なんか、別宅シャックとかで、ちっちゃい、なるべくちっちゃい HF 機もう一個そこに置きたいなとかってなったら、あ、でも多分ね、IC7300 の、とかを買うと思うんでね、まあ多分買わないんじゃないかなっていうね気はしてます。あとはね、もうそれじゃなくて違うの出して欲しかったなみたいなところは正直なところで、やっぱね、その IC7300 とさ、ガチンコ勝負して勝てるかって言われたら勝てないと思うんですよ、ぶっちゃけ。僕好きなんですよ、八重洲さん好きでこうやって FTDX10 使ってるんですけど、勝てるかって言われたらやっぱ IC7300 買うよねっていう、トータルで見るとすごくこうリーズナブルで使いやすくって、まあ初心者にねとっつきやすいんですよね、 IC7300 がね。で、こうラインで揃えるとかっていうね、 IC7300 と9700と揃えるとか、そういう楽しみもできるし、まあそっち買うよねって思っちゃうんで、これをね、
まあまあまあでもね、あのそのライバルに対してとかじゃなくて、まあラインナップとしてね揃えなきゃいけないっていうのはあると思うんで、まああとは日本以外のね市場っていうのもあると思うんで、まあ僕はそんな軽々しく言っていいことではないんですが、本当はね818の後継機とかね、そういうの出してほしかったな。やっぱ八重洲さんの得意な分野でなんか出してほしかった。だって FT818 なんて、まあ705があるとはいえ、やっぱ818は唯一無二の、ポータブルトランシーバーっていうね確固たる人気を誇ってるんで、そういうものを出してほしかったなその7300にぶつけてってもみたいなね、ことを思っております。もう818は正直817から基本設計引き継いできてるのでもう限界だと思うんだよね。だからここで日本メーカーとしてすげえコンパクトな SDR ポータブルトランシーバーをね、ああいう八重洲無線さんらしいがっちりした筐体のコンパクトなもので出してほしい。まあそういうのもいずれは考えてるのかもしれないんだけど、先にそっち欲しいっていうねのが正直なところですね。はい。あとは891はまあそんな古くないけど改善してほしい。891もなんかモービル用の SDR トランシーバーで操作性が良くなってるものっていうのを出してほしいな。僕はそっちを先に期待しちゃうよっていうね、気がしてるんですが、とはいえもちろん、ヤイス無線でリーズナブルな価格でデスクトップ機が欲しいって思ってる方はね、いらっしゃると思うんで、まあそういった皆さんには、朗報なんじゃないでしょうか。991Aはね、まああれもいいリグなんだけど、まあ小春ちゃんとか、あの人 991A 最初買ったんだよね。あの、もう手放してるからね。あの、いろいろやっぱり、ああ、違ったなっていうのがね、あったみたいなんでね。まあ、あの、初心者に、とっつきやすいリグとして FT710 が、人気になってくれることを願っております。ということで、またなんかね、情報があれば、僕の方からも発信したいと思いますし、どっかで触れる機会があればね、また動画の方を作りたいと思います。この動画良かった、役に立ったという方は、役に立ってないね、何も新しい情報は出てないんで役に立ってないと思いますが、よかったら高評価ボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もやってます。説明欄のリンクから Twitter チェックしてフォローしてください。以上、桃助でした。バイバイ。